はい、今日もなんかしぐれた天気なのかな、まあ鍵持ち干すにはちょうどいい感じです。2月入ったので、週休2日の林さんちなので、今日は、現場社員は来ません。まあ、お店とネット通販は動くので、当然社長は行きますが、まあ、農協さんから注文書がいっぱい届いてますね。これを今ちょっと計算して記入しなきゃいけないので、まあ、今どこの農家さんも一緒だと思いますけどね、あれなんていうの、作付け台帳みたいなやつの提出が求められているので、皆さん今頭を悩ましている頃じゃないかなと思います。はい、何してんのこれ。起きたら朝も眠いけど、うん、ハンドル結構錆びとれんってあれや中も思ったら綺麗ねんけどね、やっぱ水の卵外に置いてあったし、外やわね、うん、カーブやん、うん、よせよ、すぐ、うん、スクランブル発進するじゃん、外やよ、うん、多分毎日使っとってんおじちゃん、うん、置いたら結構錆びとれんって、うん、こっち綺麗やしいかなと思うけど、なんか感じ悪いし、うん、今これ黒のペンキではけ塗りするんや、アパグリーンじゃないや、アパグリーンじゃない、アパじゃないやこれはどっちに見えんし、黒でも何でもいいね、要するにサビをこれ以上進行させんような、これきれいにしようと思ったらサンドブラストかなんかで、そうやな、もう上からペッペッペッと塗って、まあ俺が現役で乗れる間までもうじゃあなるほどね、次の台も乗れるよ。でこっち、これは今度エンジンオイル交換の時にそのパック倒して、まあ上からはけ塗ってもいいんやけど、やっぱねシュートする、今度は出てシュート、一番きなマフラーね、これこれちょっとかっこ悪いやろ、今これ外して、これ外して外してね、で一応ほらガスケット、あガスケットも交代や、ほらすごいな、近所にバイク部品専門店でしたいね、あるあるある、3年前近所にできたできた、もうあんまああいうバイク用品店、量販店、部品量販店あんまり近くにあってほしくはないんやけど、危険すぎる、俺もめったに還元、俺も1回しかやったことないな、3年か4年前でしたけど、そんなもんがなるほどってね、余計なもん買うから欲しくなれて、もうこれだけで目的決めて、他目つぶって、目つぶってそこだけ行って230円だけ握りしめて、もうお店に行くような感じで、もう自動ドアねんて、その前に一回深呼吸して、余計なもの見ないして入ってきて、で目的地行って、これも売っとれんって、これスーパーカブのモンキーとモンキー系も一緒や、ああなるほどね、うん、こんなんこれ来た子やけど、こういうもん近所に売ってほしい、まあまあネットでも買えばいいんやけど、たまたま買える気なか、外す気なかったけど、まあこれあるから、これ一回外して耐熱塗料、あのね、耐熱塗料で、ここから、これまたほら綺麗やね、ここから半分マスキングして、ここだけちょっと耐熱塗料のシルバーなるだ売ろうかなと思って、まあヤフオクで中古の程度のいいやとかいいんやけど、もうボロボロで、もうこれ穴開くわっちまうならあれやけど。ね、この辺取ったらキリないし、もうだんだん増えていっとるな、レストア箇所がレストアになっとるのだから、要するに販売当時現状維持、販売当時の、状態に戻したいなっていうのはやっぱあれんて、特別そんな改造だのカスタムだの、スペシャルだの、レアメタルだのカーボンだのチタンだのってあんま興味ないね、実は。要するにこの古い車体をいかに当時の状態に持っていくかってやつが興味がある。でもどんどんその箇所が増えていっとるだろう。これもバラして全部色塗ら、しまいにはこれ外して全塗装綺麗にやっぱグリーンで、これもやっぱほらちょっと錆びとる。分かる分かる。サスペンションも下手っとったらなんかダンパーとかどうしても下手るわよ、うん、そういうのきりないから、うん、そういうのとったらだから、まあこれはもう現状あるものをきれいにして、これ幸いボコーっていったら買えるけど、うん、なるな。じゃあ今日はマフラーやね、はい、頑張ってください。はい、かきもちオーロラ完成しました。美しい、素晴らしいよねえ、鮮やかに仕上がっています。色とりどり素晴らしい、ちょうど今年は雪も降ったし、いい感じで仕上がっていると思います、一応下にブルーシートを引いて割れたお餅が、落ちるようになってるんですけど、今のところ下も綺麗ですし、これ急激に暖かかったりするとバラバラと割れてしまうことがあるので、これからも大体こんな感じの寒い天気がずっと続くことを祈っています、計画では3月1日には下ろす予定でいますので、それまでは静かに仕上がっていくことを祈っています。イエーイ。なんやら激しく雨降ってるね。お、スーパーカブ、マフラー外されてる、塗るのかな。しかしこれがすごいよね。これどう見たって触媒だよね。何入ってんだろうね。え、レアメタル入ってるんだろうね、きっと。あハンドルの内側塗ってあるはけ塗りしたのでだんだん整備が進んどるのそのうちなんか改造されつつあるんじゃないかはい、夕方になりました。ちょっと先ほど、埼玉県から YouTube のファンの方が来られて、1時間ほどお話をして帰っていかれました。いやいやいや、聖地巡礼。皆さん、ありがとうございます。たくさんお土産も買っていっていただけました。お気をつけてお帰りください。イエーイ。塗った。いや、下地処理中。下地処理中か2回やけど、この天気、ああ、さすがにやめたか。うん、ちょっと塗りたいんやけど、今とかここマスキングして、ああ、でこれ耐熱シルバー、これ近所のホームセンターに行って600ドルで、これ1回ね塗るだけじゃ全然硬くならねえ。そうなん、これある程度熱持ってから固まれ。ああ、うん。だから普通の例えば塗料塗ると溶けたりするわけ。だからこれエンジンかけて温まった方がいいってこと？逆に言ったら。ホットで乗った時に固めてだけなの。乗ったら固まっていくって感じ。まあこうやってひじひじで炙ってもいいけど。そういう問題。いいわ。別にどっちみち熱持ってないんで。まあそういうことや。それまで別にまあまあこれはもうエンジン、これはもうその大変するエンジンな。これだからもうカチカチになれんって。へえ、なるほどね。うん、もう激しく焼き入れ。ただ普通のねカラスプレーの色のこういうもの塗ると溶けるわ。そういうことやな。溶けてくる。そりゃそうやろ。一回エンジンやったかなんか塗ったら溶けてきて柔らかくなる。溶けるちゅう柔らかい。あれはもうカチカチになるから。ほんでまあお綺麗だった。ピッカピカやん。やっぱりもうちょっと磨けんけど、なんかあんまり文句言うとあれやけどメッキの質があんま良くないなと思って。本田さんダメやったっけ？ほらあらら、なるほど。エブなんてもう40年だってピッカピカやから。なるほどね。これメッキってほらなんかいろんな工程があれんけど、分かるよ。この問題で何層にも重ねてそのいい悪いあれげってどう一回なんかコーティングさせる。だってお前こんなとこにコストかかっとればお前もやっぱそろそろなんだよお前。こっちに引っかかっても引っかかってなかったよ。なるほどね。まあ泥もここ蓄積するっていうのはまだかもしれないけど、まあある程度磨いてこれはさすがにちょっと目立つからほら、まあこうなれんけど、なんかここからちょっとこの付け根ここだけちょっとマスキング、あとはマスキングして。でもだいぶ綺麗になったんや他のところも。他のこれ目立つしや。まあそこやけど他も結構いろいろあったけど綺麗になった。だいぶそうや。まあ磨けばほらべっかべかやん。どうしてもこの細かいあれはしゃあないけど、磨けばね、ここが磨いてももう全然ダメよ。もうそこはもう完全にほら剥離してしまって剥離しとるから。そうめんって本当は今日も塗装したかったんやけど、じゃあまたの天気のいい日のほんで天気いい日月曜日ぐらいかななんて思う。いいよ毎日寝たって言うわ。いやとっととほら田んぼの雪が溶けると急に忙しだしな。こんなことのんびりとできなくなるから今の田んぼに雪があるうちに済ませたいやな。ちょっと済ませたいなーっていうのもあれんけど、でこれもほら塗ったのね見たよ。まあある程度ここら辺ちょっと外したりするんだけど、まあこれさっきとらんから最初一部だけ塗るともない。結局全部塗ったって。そんなの最初から全部外しちゃよかったかなと思って。まあ前、まあ前綺麗に塗ったのよ。いい感じや。俺が乗っとる間は朽ちることは2代目次の代の人でも朽ちることないやろ。まあこうやってなんか見えんとこやけど、ほら黒澤明の巨匠。タンスの中に着物入れてあってる。じゃあ茶棚に物が入っとるかって感じで入ってませんって言ったら物入れろと。リアル感がない。撮影の時に見えねえけど、そこまでこだわったっていう。まあ俺は別にそこまでやけど、まあ見えてこねえけど裏側のサビにはやっぱこだわるやな。いやもし何世代か見るあちゃんと裏までいるのっちゃうってそういうことやな。でそれとほらここに風にへし曲がってる飾っちゃうんですけど、これどうしようもないからここからちょぎってここサンダーでビャーってこのシャフトだけ俺のコレクションじゃないけどこの何回使えるかなと思うけど、例のコレクション何回使えるかコレクションのシャフト丸い系って結構ね何でも使えるね。欲しい人おる？分かった。いらんと思う。さあこれでいやー、まあでこれほら、いやーやっぱ派手になっとったけどホイールちょっと心配しとって、うん、ちょっとホイールのブレ、うん、これあんだけほらポープ曲がっとったら、うん、ホイールもなんかすごくちょっと心配しとって、うん、これさすがにブレるで直せるんか知らんけど、まあスポークホイールやから直しは直せたやけどね。あんまり曲がって足し入れとったって別にノーダッシングねいいかななんて、ちょっと回してみたほうがあんまほとんどいけてるんじゃない？曲がりなし素晴らしい、うん、よっぽどうまいこと当ててんな。いやだからちょうどあのねフォークに当たったらしい、うん、ここにガーンと当たったら全部曲がるもん。全部これも歪んでしまうのに、うん、なんか車のバンパーに当たったって話だけど、うん、よく回るね。ベアリングもほら生きとる、うん、ずーっと回り続けとる。しかし俺遅いねこれね、自転車のタイヤ俺 F とかも遅いな。遅いの見慣れとれんけど俺の MM4 見たらすごいやろ。さすがにこれ遅いなーって。でまあ労働用のいただきもんやけど、これスーパーカップでついてきてる。森なんかついてきたブロックタイヤ素晴らしい。でこれをフロントするぐらい必要ないけど、ただほらこっちの方が減っとるから、うん、減っとる方は嫌やね、うん、じゃこっちでこれ前やこれ前、うん、でこれつけないけど、うん、俺タイヤ交換あんまり得意じゃないねって、うん、昔原チャリかなもう16、17の時やけど、うん、バールで回るし、あの時ほらそんなタイヤレバーなんてないし、ドライバー突っ込んでやったらちょうどね鈴木の豆炭っていう豆炭50ってバイクキャストホイールや、キャストホイールかキャストホイールやね、うん、星型の、うん、あれがもう傷になってしまって、ほんではめたはいいけど、あれチューブ入っとれんの、うんうん、チューブをちびってしまって、なるほど空気入れたらプシューって抜けて、もうあれからもう体育館はもうあんまもう結構ショックやって、あれでガタガタになってしまってアルミホイールが、うん、まあここにもあるけどタイヤレバーあるけどスクーターで変えたことあるなこれね。いいやつね、こうピカピカねんって。ああ近所のバイク仲間にトレンチのいいなピカピカでね、これでいいけど、これまあ多分チャリンコのタイヤ交換みたいなもんやし肩に取れるやろとかちょっと心配やだやなと思って、まあもしあれなら借りてくれねえけど、これでまあこうやって一回ビート落としてやる。これバランスなんか取らんでいいわけも当然チューブのとこと重いよ。これやろ、おーチューブってか空気入れっとこ、空気入れ、あごめんごめん空気入れ、そういうことだよ。お本当や本当や、重いわずかにそっち重い。こんな200キロ出るんし大丈夫やろ。バランス取らんだけ取らんでいいと思う。だから普通この大型バイクにこうやって取ればいいんよ、頭回して助けるだけね。なんかウィーンって回ってほら自動車屋さんとか行くとで、これがほらここに収支はないね、丸いタイヤでもこれチューブにバルブに合わせるんだよね。今のとこついてるわけね。こっちは重いんかな、軽いでもやっぱバルブの方が重いね。はい、じゃあちょっとタイヤ交換心配やけど雪が溶ける前になんとか頑張って直します。自転車のタイヤ交換なんか久しくしたことないしね。頼むぞ。